どうもー、みつでございまーす。今回は YouTube のね、スーパーサンクス機能について紹介していきたいと思います。他にもね、社会問題とか、資格の話とか、いろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あとこのチャンネルはですね、あ、みっちゃんいろんな話して参考になるなーとか、なんかラジオみたいについつい聞きやすいなーとか、そういう風にね、言ってもらえるようなチャンネルを目指しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、紹介していこうと思うんですけども、今日ね、僕のメールアドレスに YouTube さんからね、メールが届きまして、スーパーサンクス機能が使えるようになりました。ということでね、連絡が来たんですよ。で、これね、別の方でね、YouTube にこう動画をアップしてる方で、このスーパーサンクス機能がね、もう僕より早く使えてる方っていうのが、結構いてですね、どうやったらね、僕も使えるようになるのかなというふうにね、思っていたんですけども、まあ、どうやったらね、使えるようになるのかっていう、まあ、僕なりのこう、なんていうのかな、考えとかもちょっと話していこうと思うんですけども、画面がね、ちょっと小さいかもしれないんですけども、ここをね、スクロールしていくと、収益化受け取りというね、ボタンがあるんですね。まあ僕の場合、収益化って言っては、まあすごい少ないんですけどもね。で、これを押すと、こういうね、まあ概要とか広告とかね、メンバーシップとか、まあいろんなのがあるんですけども、この一番右側に、スーパーズというね、ボタンがありますと。で、これをクリックすると、これね、まあちょっと小さいかもしれないですけども、スーパーチャットっていうのがね、表示されていて、これはライブとかでね、動画を配信した時に、この、まあ投げ銭みたいなやつですよね。よくこう、チャット欄が流れててね、なんかポーンとかってこう、お金をこう、なんていうのかな、投げるみたいなね。まあお賽銭、まあお賽銭って言ったらあれです。まあ投げ銭だからまあお賽銭みたいなもんですかね。で、これね、スーパースティッカーズっていうのがあるんですけども、この一番右側にね、スーパーサンクスというのがね、あるんですよ。で、これが、まだね、みっちゃんさんの場合は、できませんというようなね、形だったんですけども、これが、スーパーサンクスがね、使えるようになりましたと。で、実際ね、どういうものかっていうと、ちょっとね、ダッシュボードに戻って、じゃあちょっとね、最近僕が、アップした動画ね、これをちょっと、あ、こっちかな。あ、ちょっと待ってくださいね。あ、じゃあコンテンツかな?ごめんなさい。コンテンツにちょっと行ってね。この動画をちょっと再生していきますね。で、これを再生するとね、まあこんな感じで、広告がね、最初流れるんですけども、その中のね、このサンクスっていうところ見えますかね?このなんか、ハートマークのね、中にこう、ドルが書いてあるんですけどもね、ちょっと近づけましょう。これですね。これね。こんな感じの。で、これが、表示されるようになったと。で、これをね、クリックしてみると、こういう感じでね、僕に、お礼をするということで、まあ200円とか500円とかね、なんか1000円とか、5000円とかね、まあこういうのをこう、なんていうのかな、まあ僕にこう、送ることができると、まあそういうような感じなのでね、まあここにも、みっちゃんさんにね、お礼をするというふうに書いてるので、まあ僕の動画がね、なんかものすごいこう役に立ったとか、まあそういう人がね、僕にこう送ることができるようになるというね、まあそういう機能なんで、まあ送ってくれたら僕はね、嬉しいんですけども、まあ今まではね、こういうのがなかったんですけども、新たに、こういう機能がね、追加されることになった。で、僕が思うに、他ね、もっと早くこの機能が追加されてた方がいるんですけども、まあ僕の場合だとね、この視聴回数とかもそんなに多くないですしね。
まあなんていうのかな、そのものすごいね、見られてる方に比べたらもう全然少ないです。でもコツ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 ね、僕も一生懸命動画をアップしていたので、動画をアップしていくと、まあこういう機能もね、再生数が少ない人でも出るのかなというふうにね、思っているので、まあこういうね、スーパーサンクス、やってみたいなという方は、コツ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 ね、動画を視聴回数が少なくてもコンスタントにアップすると、いいんじゃないかなというふうに思っております。まあ今回はね、スーパーサンクスって、何かなということで、まあ、検索した方がね、まあ、見てくれるのかなとは思うんですけども、よかったらね、僕みたいな視聴回数がね、少ない、まあ、立場でもね、こういうのが、出てくるということで、よかったら参考にしてみてください。今回はね、こんな感じになります。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。無理にね、送ってくださいってことじゃないんで、ちょっと、僕も使いたいなと、使えたら面白いかなと思ってた機能なんで、ちょっと紹介してみました。バイバーイ。